こんにちは、簡単美健韓国料理チャンネルです。本日はブリのピリ辛煮を作ります。それでは作っていきましょう。まず大根を 7-8 ミリほどのいちょう切りにします。玉ねぎは 3-4 ミリほどの薄切りにします。白ネギは 2-3 ミリほどの斜め切りにします。次に調味料を合わせていきます。お水180ミリ、お醤油大さじ 2.5、 粉唐辛子大さじ 1/2 から1、生姜小さじ1、にんにく小さじ1、お酒大さじ 1.5、 お砂糖小さじ1を入れよく混ぜ合わせます。まず鍋に大根を並べ、その上にブリをのせます。次に玉ねぎと白ネギの白い部分をのせます。そこに合わせておいた調味料を全部かけます。蓋をして中火と強火の間の火加減で沸騰するまで加熱します。沸騰したら蓋を取り、煮汁をブリにかけながら1分ほど煮込みます。さらに5分加熱します。5分加熱したらブリを裏返してさらに5分加熱します。5分煮込んだらブリを裏返し、ごま油をさっと回し入れます。最後に白ネギの青い部分を入れ、蓋をし30分ほど加熱します。ネギがしんなりしたらブリのピリ辛煮の出来上がりです。程よい辛さがご飯にもお酒にもよく合います。冬の脂の乗った美味しいブリで、ブリのピリ辛に一度作ってみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。